野々市市にあるこのお店、ドッグランとドッグカフェを兼ね備えたドッグラウンジです。会員制のラグジュアリーな空間で愛犬とゆったり過ごすことができます。この店と野々市市が結んだ協定は、大規模な災害が発生した場合にこの店をペットと共に避難できる場所として活用できるというものです。こうした協定は県内では初めて、全国的にも珍しいそうです。災害時にはこの個室が一家族に貸し出されるということです。ご覧のようにドッグランもついていて、避難生活でもペットと一緒に開放的に過ごすことができます。10年前の東日本大震災の時に多くのペットが被災地に放置されたことをきっかけに、県内でも全ての市と町にペットを連れて避難できる避難所が用意されています。しかし避難所では同じ空間で飼い主と一緒に過ごすことはできないことから、この店が提案し今回の協定に至りました。ペットと共に生活をされている皆さんからすると、一体どういうことになるのか、そういう不安をですね、少しでも解消できるというふうに思ってまして、大変ありがたいなというふうに感じています。安心安全、危機に備える不安というものも解消できる場所になるんだよと、より住みやすい町野々市っていうものに貢献できるんじゃないかなとは考えてはいます。ペット用のシャワールームなども備えているこの店、災害時にはおよそ10組の受け入れが可能だということです。